金色、または黄金色はオレンジかかった黄色で金属光沢を持つ物体表面の光学的状態である。金がその代表例である。英語ではゴールド。色としては黄色系の色だが金属光沢、つまり反射光があまり乱反射せず強い指向性を持つことで金色となる。ただし完全な指向性を持てば黄色い鏡と見える。 色だけの性質ではないので、色空間や表色系だけで完全に表すことはできないが、ウェブカラーとしては FFD700 が定義されており、ややオレンジがかった金色である。ジス慣用式名としても定義されている。渦では金属光沢をグラデーションでイメージしている。金は金色である。多くの金属は吸収体が紫外線体にあり、可視光はすべて反射するので、 白色になるが、金では吸収体が賢うにまで及んでいるため色がつく。より正確には、金は波長約550ナノメートル以下の光を吸収するので、それより長波長の黄緑、黄色、オレンジ、赤が混ざって、ややオレンジ寄りの黄色となる。金以外では、銅とセシウムが黄色系の色だが、やや色合いが異なる。銅は、 金より広い600ナノメートル以下の光を吸収するため赤っぽくなる。逆にセシウムは吸収体が狭く白っぽくなる。またこれらの金属は容易に錆びて光沢を失ったり色合いが変わってしまう。合金では黄銅、硫化鈴、鈴添加量が多い一部の青銅及びアルミ青銅、窒化チタン、サマリウム酸化物が金色に近い。金属的な光沢は 構造色でも生み出せるので、黄色を選択的に反射する。構造色は金色を呈する。文章学、気象学では、金色は、ーアと呼ばれ、文章で金を使った部分を指す。オーアは、極めて頻繁に黄色としても描かれ、通常黄色で金色を置き換え可能であると、みなされている。ヨーロッパなどの国旗、国章における黄色は普通、金色と称される。 ありがとうございます。